ドライブショースタートです。奴らの情報通り、ここにはたくさんの人間たちが集まっているようだな。さあ、俺の目的のためにボロだ、行け。ドライブタイプスピード、仮面ライダー。ああ、俺は刑事で仮面ライダー、仮面ライダードライブってね。痛い目見たくなかったらおとなしくしてろ。邪魔するやつ消す。ああ、そうなるよな。よし、来い。片付いたか。しかしちょっと引っかかるな。あっけなさすぎる。まだ終わりじゃないのか。おっと、おいみんな大丈夫だったか。そうか、みんな怪我してないみたいだな。間に合ってよかった。俺はさっきの奴らのこともう少し調べてみる。みんな、じゃあな。仮面ライダー、単なる噂だと思っていたんだが、このまま奴にうろつかれては厄介だ。仕方ない、直接俺が動くとしよう。会場の人間ども、この俺の目的はここに集まったお前たちにある。俺はさらに完全なる生命体になるだろう。お前たち人間の未知なる可能性というものに目をつけて、お前たちをデータにし取り込み、俺は究極の進化を遂げるというわけだ。好き勝手やってくれるようだな。なんだ貴様、奴らの差し金か。俺の邪魔をするというならば、誰であろうと容赦はしないぞ。また来た。バカ。バカな。まあ待て。私はお前と争う気はない。それよりも無限の可能性の人間たちか。面白い。私にも興味がある。この私が力を貸してやろう。どうだ、この私に一つ考えがある。ここは私に任せてもらおう。いいか、会場の人間たちよ、我々ロイミュールはお前たち人間の協力を必要としている。いいか、お前たちから素晴らしいデータを集め、私たちはさらに進化した究極の存在になりたい。そこいだ、まずはここに集まったお前たちのことをいろいろ調べてみたい。いいか、今からこの私が大きな声でおーっと挨拶をする。そしたらお前たちは元気で大きな声でおーっと挨拶を返してくれ。
その声の大きさでお前たちがまずは元気があるかどうかそれを調べていこうと思う。元気のないもの、やる気のないもののデータは我々は必要としていないからな。どうだ、分かったか。分かった人は返事だ。はーい、よーし、いいだろう。それでは行ってみよう。会場に集まった人間たちを、おーす、どうした、どうした、全然元気がないぞ。もっと大きい声で、おーす、まだまだ大きい声で、おーす、もっともっと大きい声で、おーす、一番大きい声で、おーす、よーし、素晴らしい、とても元気だ。しかしな、声がバラバラだ。これではな、僕は私はサボっていても大丈夫だというな、けしからん人間がいるかもしれん。今からこの会場をいくつかに分けてしみえるとしよう。いいか、まずは男の子だ。男の子だけ手を挙げろ。はーい、おー、男の子はたくさんいるな。いいか、男の子は何よりかより元気がなくてはいけない。この会場で一番大きい声を出すんだ。分かったな。よし、それでは行ってみよう。会場に集まった男の子だけ、おーし、素晴らしい、男の子はとても元気だ。いいぞいいぞ。よし、それでは続いて女の子だ。女の子だけ手を挙げて、はーい、少し数は減ってしまったか。でもないか、女の子も男の子に負けないくらい元気で、そして可愛らしい声で頼むぞ。よーし、それでは女の子行ってみよう。会場に集まった女の子だけ、おーす、おー、素晴らしい、いいぞいいぞ。女の子な、数は少ないのにとても元気だ。そして何より可愛らしい。いいぞいいぞ。それでは続いて、さっきからその体でボケーっと見ているお父さんにお母さん手を挙げなさい。はい、何をダラダラ上げてるんだ。いいか、あ、お前たちよりもな、こんな格好してここで喋ってる私の方がよっぽど恥ずかしいんだ。いいですか、大人の皆さんは子供たちのお手本になるような素晴らしい大人の挨拶を食べますよ。よし、行ってみよう。会場に集まった大人たちだけ、おーす、なんだその仕事に疲れ切った、うーっともう疲れ切った声出しよって、まったく、まあまあまあいいだろう。しかしな、この大人はあんな感じだったら子供はとても元気だ。子供たちから我々は素晴らしいデータを取ることができそうだ。よーし、下調べはこの辺でいいだろう。さあ、あとは任したぞ。上出来だ。これならば俺の目的は達成されるに違いないだろう。いいか、ブルーマン、今からこの俺が合図をしたら、この会場に降り立ち、特に元気の良かった人間をここへ連れてくるのだ。抵抗する者には容赦はするな。分かったな。さあ、モルモ、行け。待て、やっぱり黒幕がいたみたいだ。仮面ライダーか。貴様の力を見極めて、その前に倒してやるよ。お先、うおいえ、お前の狙いは何だ。いいんだ、死の可能性を秘めた人間を取り込み、究極の存在になるのだ。人間を取り込む、そんなこと焦るわけないだろ。だこのか、うん、貴様もなかなか面白いな。この俺が取り込んでくれろ。しかしそれはもう少し後。逃がすか。やつめ、想像以上にしつこいな。ここはどこかに隠れてやり過ごそう。お前たち、俺が隠れていることを奴に言うんじゃないぞ。
確かこの辺りに逃げてきたはずなのに、あいつどこ行ったんだ。みんなどうしたんだ。そうか、ロイミュードのこと何か知ってるみたいだな。よし、聞き込み調査開始だ。みんな、ロイミュードがどこに行ったか知ってるか。知ってるお友達は大きな声で俺に教えてくれ。なんだって？向こう？違う？こっち？こら、おい、言うんじゃない。そこ、みんな、ロイミュードはそこに隠れてるんだな。そこでいいよってお友達は、はーい。わかった、みんな協力ありがとう。ロイミュード、そこにいるのはもうバレてるんだ。おとなしく出てこい。こうなれば。本日もお勤めご苦労様であります。それは本館は別件がありますので。っておい、そんなの騙されるわけないだろう。何、俺の芝居は完璧なはず。これも俺の人間のデータが不足してるせいなのか。そういう問題じゃないだろう。こうなればここで貴様を片付けてやる。行くぞ。これで一件落着かな。さて、ちょっと疲れたし、一眠りしてくるかな。みんな、また何かあったら俺のこと呼んでくるよな。やられおったか。弱いやつだ。仕方がない。私がこれから引き継いでやるとしよう。よし、いいか、会場の人間たちよ。先ほどお前たちが私たちと挨拶をしたことによって、お前たちが元気があることはよく分かった。だがしかし、それだけではデータはまだ足りないようだ。すごいな。今からお前たちにテストを行い、さらにデータを集めていきたい。いいか、テストといっても簡単なものだ。この中で我々ロイミュードと仲間になりたい、お友達になりたいものはありか。そういうものは一度手を挙げてろ。はーい。おお、ちょっと少ないな。おーし、おーし、いいだろう。私たちの仲間になったものには素晴らしいお土産をプレゼントしよう。お土産欲しいと手を挙げて、はーい。元気のやつだ。よし、お前たち、はい、何か元気の良さそうな子供たちをここに連れてくんだ。行け、はい、よし、お前ら元気よく手を挙げてるんだ。よし、はい、じゃあ、何でも聞いたいか聞いてるのかな、はい。